冬の道ゆずる隊副隊長の瀬口拓也です。ドライバーの皆さん、新潟の冬は積雪や凍結で路面状況が悪くなります。スリップして事故を起こさないよう、運転は慎重に、ふんわりアクセル、早めのブレーキを心がけましょう。冬道はスピードをセーブしてゴールと事故を防ぐ。愛してる事故のない新潟。